来てくっつ。岡村先生、私もどういう皆さんが話してるかわからないんですけど、すごい濃く。結婚したら印象にしてたんです。あ、すごい。え、それ初耳。働きながら働くよ。まあ、しょうがないからやめる。ここのイベントを控えてもらいたい。ありませんって言ってましたね。もう新しい人間チップスっていうのがどこからあるんじゃないか。一緒に仕事できたらすごい。就職活動してたね。部活のこれは本当なんですよ。出会えないからね。コミュニケーション、人を管理するけど、それも種なしです。本当に俺今より明日が良くなる。どうもありがとうございました。